東京本土から南に1200キロ、小笠原諸島の南端にある硫黄島。南北4キロ、東西8キロの島です。1945年2月、この島に大規模な米軍部隊が侵攻し、2万3000人の日本軍守備隊と激突しました。日本軍は多数の地下壕をトンネルで結び、陣地壕を構築。米軍部隊に対し徹底抗戦を行いました。この戦いでの戦死者は2万2000人。激戦の末、勝利した米軍は日本軍よりも多くの死傷者を出しました。米軍は占領した硫黄島を B-29 爆撃機の中継や護衛戦闘機の基地として利用することで、日本本土空襲をさらに加速させたのでした。硫黄島の戦いでは、5日間で陥落させるとした米軍に対し、1ヶ月以上も防衛戦を展開した日本軍の司令官、栗林忠道陸軍中将の存在が常に語り継がれてきました。一方で、栗林司令官に次ぐ地位にありながら悲運の将軍と言われる人物がいました。北海道出身の大須賀琴夫陸軍少将です。大須賀少将は米軍上陸前に硫黄島守備の中核部隊だった旅団長を更迭されました。しかし、大須賀少将は硫黄島を離れることなく栗林司令官と共に玉砕したと言われています。近年、防衛研究所が公開した資料や手紙、証言などから大須賀少将のことが分かってきました。大須賀少将は北海道の札幌出身、北海道開拓の屯田兵の子として生まれました。陸軍士官学校の砲兵科から陸軍大学校を卒業して、当時のエリートとして職業軍人の道を歩みました。1944年、小笠原に赴任。絶対国防圏も危うくなる中、小笠原諸島は連合軍の日本本土への侵攻に向き合う最前線の島々でした。大須賀少将の三男、大須賀忠さん、87歳。国民学校4年生の時、小笠原へ向かう父を見送りました。見送ったのはお母様と。そうですね、うちにも兄2人は1人は小学校行ってたし、1人は中学校に行ってたから、あだからそれはまだ軍隊に行ってなかったんですけれども、うん、その兄がいたかどうかもね、母と一緒に近くの緑ヶ丘の駅かなんかまで送りに行ったのを覚えてますね。万全参照もしなかったでしょうね、多分照れくさかったかもしれない。他の出征兵士を送るなんていうね、みんなで集まってやるんじゃなくて家族だけで行ったんで、本当の気持ちは分かりませんけどね。その後、ま、父が死んだということで、いろんなことを浮かべてみたらね、ありがたいことだったんだなと、まあ何も言わなかったけど、それは向こうは覚悟があったんだろうなぐらいの感じはありましたね。忠さんのお宅には父親から届いた硫黄島からと思われる手紙が残っていました。初めに来た手紙は父島と来てるからね。だけどその後変暗号になっちゃったから、うに、だからそれはどっかっていうのは本当は分からなかった、だけどいや、これは硫黄島らしいと、あそこ行ったら終わりだという話はだったら知って聞いたような気がする。で、硫黄島も大沢も
そのこういうことでなければいいとこだなぁなんて書いてあるね。もうその日本負けるこれで負けたり戦死するなんていうことをね、もう真剣には考えてなかったと思うな、うん。1944年硫黄島に移住した後、旅団長として配下の5000人の部隊を大須賀少将は懸命に鍛え上げたと言われています。しかし栗林司令官は砲兵の専門家の大須賀少将を歩兵戦に長けている千田少将と交代させます。当時の参謀などの証言では大須賀少将を人格円満、太っ腹の人で幕僚とよく会っていた、海軍と仲が良かったと融和重視の人柄を強調していました。1945年2月米軍部隊が硫黄島に上陸を開始、この頃忠さんは集団疎開で山梨県の小淵沢にいました。そして1945年3月26日、壮絶な戦闘の後、硫黄島の守備隊は玉砕しました。忠さんは先生からそのことを聞かされました。その3月十何日かに玉砕したというのはなんかニュースで流れました。あ、僕はその硫黄島に行ってるというのを先生も知ってたからね。あ、先生がご指摘のも残念だけど、そういう話だということを言ったわけね。あ、僕はそれを覚えてないんだけどね。そしたら大須賀が泣いてたっていう話がね、冷やがたってね。あ、そうですか。ね、まあ、そういうんだけど、僕はそんなことねえよと言ったけどさ、なんとなく恥ずかしかった覚えがありますよ。あ、そうですか。忠さんは優しく温厚だった父の思い出しかありません。17年ぐらいに退院行った時にね、退院はやっぱり物資豊富だったの、まだね、だからいろいろとね、そのお菓子だね、なんか送ってくれたら覚えてました。へー、あ、そうですか。それでさ、送る時に僕の名前で送ってくるんですよね。だからさ、向こうにいる兵隊はね、大須賀忠って言うのはこの人の妻であるらしいと言ってました。僕の名前でばっかり手紙荷物を送られてくるもんだから、だから送ってる人は妻であるに違いないと向こうの兵隊は思ってた。なるほど。父に怒られた記憶はないですね。へー。2011年、忠さんは奥さんと初めて硫黄島へ慰霊のために赴きました。やっぱりそっちの父の言ったところは、もう兄はもう行けそうもなかったしね、だからこれはやっぱり僕と最後のお勤めであるなとなんとなく思ってね、行った。硫黄島もね、アメリカにとってもね、勝ったけどね、勝った価値はあんまりないんだよな。硫黄島取ったからって何もいいことないもん。だから硫黄島で勝ったって言うけどね、アメリカにしてみれば硫黄島で勝ったこと言われるほどの戦死上のあれはないような気がするね。だからそういうね、両方にとって無駄なところで死に合ったようなのが戦争だなっていうふうにちょっとなんとなく思って。戦死した日本軍将兵や硫黄島出身などの軍属のうち、およそ半数にあたる1万人の遺骨は今も島に眠ったままです。年に4回遺骨収集が行われていますが、当時を知る生還者が少なくなったこともあり、遺骨の発見は年々難しくなってきています。大須賀少将の遺骨も未だ見つかっていません。